年影は暴風と波にもてあそばれて異教を漂白しても芸術を求める心が強くて、しまいには外国にも日本にもない音楽者になったという筋が竹取物語よりずっと優れております。それに縁も日本と外国との対照が面白く扱われている点で優れております、と右肩は主張するのであった。これは色紙字の紙に書かれ、青い表紙と黄玉の軸がつけられてあった。絵は常則、字は東風であったから派手な気分に満ちている。左はその点が不足であった。